時刻は午後6時を回りました。2015年4月12日日曜日、イブニングアベニュースタートです。はい、FM 小座をお聞きの皆さん、こんにちは。JOZZ0ASFM 日曜日最後から2番目の生放送、イブニングアベニューが、スタートしました。今日も私、リスナーのラジオネームカズキが、この夕方の6時からの1時間、気ままに順やっていきますけども、はい、この番組でもメール募集しています。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。ファックスは 098-934-8653 098-934 ハローコザまでお送りください。またこの番組はツイキャストユーストリームでも動画を配信しています。また放送終了後には YouTube にも動画がアップされますので、見逃した方はそちらをお楽しみください。はい、それでは沖縄本島地方の天気確認しておきましょう。気象台のホームページによりますと、沖縄地方は前線の影響で曇っており、雨が降っているところがあります。12日は前線の影響で沖縄地方は曇りや雨の天気となり、沖縄本島地方と大東島地方では雷を伴うところがあるでしょう。13日は前線の影響を受ける、沖縄本島地方では未明まで雨が降る見込みで、ところにより雷を伴うとのことです。大東島地方は曇りで昼過ぎから雨となり、雷を伴う見込みとのことです。一方、先島諸島は高気圧に覆われてくるため次第に晴れるでしょう。はい、明日の天気は南の風やや強く、後、北西の風やや強く曇り、夜に雨、ところにより雷を伴うとのことですが、すいません、今の12日の天気ですね、失礼しました。明日13日は北西の風後やや強く曇りで、未明に雨、ところにより雷を伴うとのことです。降水確率も、未明、午前0時から午前0時から6時までが 50%、まあ、朝から昼にかけて 20%、10% となっていく見込みです。波の予想は2メートル、また明日朝の那覇の予想、最低気温が20度、日中の最高気温は24度になる見込みです。さて、交通情報ですけども、沖縄自動車道高速道路の方は今のところ目立った渋滞混雑はないとのことです。一般道を確認しておきましょう。本島中部西側ですね、国道58号線茶壇交差点の南向けが少し渋滞している区域があるということです。また宜野湾市の伊佐交差点、北向け南向け両方向で渋滞している箇所があります。また、牧港交差点南向けでも、渋滞している区間がありますので、ドライバーの方は気をつけて、はい、通行してください。まあ、春になりまして、新しく免許を取った方もいるかもしれません。まあ、教習所などではバイクや歩行者に注意しろという話を聞くはずだと思いますけども、また自転車にもね、気をつけて運転安全に、まあ、進めてほしいと思います。はい、で
早速今日のゲスト、ちょっとお名前だけ紹介してもらいましょうかね。すいません、お二方名前だけいただいてよろしいですか。あ、どちらでもいいですよ。琉球コラソン背番号22番ゴールキーパーの石田浩一です。と、はい、琉球コラソン応援団長の大峰です。はい、ハンドボールチーム琉球コラソンから石田選手と大峰さん応援団の大峰さんに来ていただきました。この後、まあ、6時ちょっと早めになるかもしれません。60分頃からお話を聞いていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では本日最初のコーナー、カザキスタン国営放送局からのお知らせをお送りします。まずサッカーの J3 FC 琉球は今日ホームゲームでした。結果は福島ユナイテッド FC に対し1対1同点で試合を終えています。その他、盛岡対 J22 は、2対1でJ のアンダー選抜が勝っています。また秋田対山口は2対1で山口が勝利を挙げています。 YS 横浜対長野は2対0で長野が横浜を倒しているとの情報が入ってきています。また藤枝対相模原、こちらは2対0相模原が勝ちました。もう1試合、町田ゼルビア対ガイナーレ鳥取は2対0で町田が勝っているとの情報が入ってきております。はい、まあ、今日のカズキさん国営放送局はお知らせはこんなところで一旦 CM です。ツイキャスのヘッド、山太郎さん、こんにちは。これ10秒です。時刻は6時9分を回っています。沖縄市千代パークアベニューの入り口 FM 小山のスタジオから、イブニングアベニュー生放送でお送りしております。メールが届いています。小山之助くんから、こんにちは。バイト先のお水屋さんで、
イブニングアベニュー絶賛放送中です、よろしくお願いしますとのことでした。はい、こちらもよろしくお願いします。本日も、夜6時56分までお聞きください。それでは本日のゲストとの、トーク進めていきますが、琉球コラハンドボールチーム琉球コラソンから石田選手と応援団長の大宮さんです。こんばんは。こんばんは。はい、もう忙しい中出演ありがとうございます。まあ、ハンドボールの琉球コラソン、 今シーズンすごい、ね、躍進しましたけども、はい、まあ、ちょっと大宮さんの、はい、もともとあのちょっと自分がその観戦、まあ、あのコラソン観戦に行って、その応援団ということで自分がいろいろそのホームアリーナで結構、はい、大宮さんがあの頑張って応援してるのを見て思わず興味が出て話しかけたっていうのが始まりだったんですけど、はい、どういったあのきっかけであのあのコラソン応援するようになったんですか。きっかけですか、はい、きっかけはたまたま僕が行きつけだった那覇の雲寺にある屋台がありまして、はい、そこでからだと思うんですよね。お、はい、でなんか MC の KZ さんとか DJ の YOSHIKI さんっていうあのホームゲームでいつも盛り上げてくれる2人がいるんですけど、はい、2人がそういう役割をやってて、うん、だったら応援もなんかもっとと面白いのがあってもいいんじゃないっていうのがきっかけで、もう 4年前ぐらいから始めたっていうのが。4年前か。はい、そうですね。いつもあのホームアリーナでは結構なんていうの、メイクアップといいますか、はい、白いチョンダラ、はい、チョンダラの格好でやってますよね。はい、あ、準備するの時間かかりますか。あれですか、年々準備時間はかからなくなってて、最近この前プレーオフの時は1分以内に終わらせました。メイクをあれ1分で全部やっちゃうんですよ、はい、白にまたいくなんか書いたりもしてますよね。書いてるのももう早く パパッと書けるようになりました。おでもたまに漢字を間違えるんですよ。琉球って書いてあるんですよ、赤でそれを間違えることはよくあるんですけど今回は間違えずに1分2分もかかってないですね。1分ぐらいかな。そうですか。はい、であの今日はなんとその大宮さんがコラソンのゴールキーパー石田選手も連れてきてしまいましたありがたいことに、ね、石田選手は、はい、どのくらい前からあのこのコラソンに携わっていますか。コラソンに入団した時が、ちょうどコラソンが日本リーグに参入する時なので、はい、7年前になりますかね。その時に、はい、コラソンの1期生として、当時はまあ僕と、水野兄弟と、はい、で内山の4名が今残ってるんですけど、はいはい、この4人が1期生という形で、その頃からですね、コラソンに関わっているのは。今あの石田選手は、まあ、ゴールキーパーっていうポジションで、まあ、選手として活動しながらも、はい、またチームとしては、はい、広報という形で、はい、そうです。はい、どのようなお仕事をされてるんですか。まあ、普段は、まあ、スポンサー企業様に挨拶に行ったりですね、まあ、営業もやりつつ、またあとはこの広報関係の、ことを主にやっております。はい、じゃあ、昼間はいろいろ会社を回ったりだとか、そういうこと。そうですね、まあ、僕だけじゃなくて他の選手もおのおの、スポンサー企業様の方に雇用していただいて、はい、日中は仕事をしているんですけども、僕と内山と、水野3名が、チームの、フロントという感じで、はい、形で運営の方を、やっております。はい、コラソンの選手名鑑を見ていますと、皆さんの職場が別々の方もいて、なかなか揃って練習する時間っていうのはやっぱり少なかったりしますか。いえ、まあ、そこはやっぱりスポンサー企業様に雇用していただいているので、 はい、ある程度時間の方も融通といいますか、はい、考えていただいてまして、やっぱり練習はしっかり全員揃って、まあ、もちろんこの1日遅れてきたりとか休んだりする選手ももちろんいるんですけども、はい、まあ、ほとんどは全員揃って練習できているような環境ではありますね。
先月でしたっけ、はい、NHK のあアスリートの魂です、ね、はい、アスリートの魂取り上げられましたけども、はい、取材っていうのはどのくらいの期間やってたんですか。ですね、12月頭ぐらいからの密着、11月末だったかなの密着で、はい、ちょうど本当にプレーオフ前の、リーグの最終戦までだったので、約どれくらいだ、4ヶ月ぐらい、5ヶ月ぐらいかな。はい、結構長かったですね、はい、半年近くで、はい、まあ、そんな中でプレーオフへと進んでいくわけですが、はい、ちょっと話さかのぼって11月24日でしたかね、沖縄市のゲームで、はい、石田選手がゴールキーパーでありながら得点を決めたという時がありましたけど、はいはいはい、あれはどうやってあのシュート決まったんですか。なんか見えてたんですか、これはいける。見えてました、あの時は見えてましたね、まあ、いざ今となったらよく投げたなとは思うんですけど、あの時はまあ、うちの村山が速攻に走っててノーマークだったんで、はい、そこに投げようとした時にちょうど相手キーパーがカットをしに出てるのが本当に見えたんで、これ打ったら入るんじゃないかと思って、はい、打ったらもう本当にいいコースに飛んで、もう絶妙なとこに決まったので、はい、まあ、ご自身の競技生活長いとは思うんですけど、はい、ま、いや、キーパーでゴール決めたの初めてかな。あ、その例えば中学校高校の時、大学も全部含めて、まあ、元々フィールドだったので僕は、はい、キーパーとしてそのキーパーのゴールからゴールへ決めたっていうのは生まれて多分初めてだと思いますね。ああ、そうだったんですか。はい、お兄さんももちろんあの時、はい、沖縄市の会場で見て、僕はゴール裏で見てました、応援でした。どんな気分でした。いや、あの時多分コーラソンは奥側だったんですよ、はい、だから入ってくるこのボールが入る瞬間を間近で見たっていうので、うん、結構びっくりしましたもん。えって驚きますよね。はい、あ、でもその前のシーズンも一回やり、そういうのが未遂があったんですよね。未遂ですか。確か岐阜での試合があって、はい、あ、枠外にいたやつね。あと一歩だったんじゃねえかっていう、はい、じゃあ結構そういった、まあ、ゴールキーパーからのそのゴール狙うっていうのは、相手のゴール狙うっていうのはやったことはあるんですか。いや、でも前のその去年とかそのやつっていうのはキーパーが、相手キーパーが攻めてきてたんで、もう要は無人じゃないですかゴールが、はい、なので狙うんですけど、この間の沖縄市の試合っていうのはもともとキーパーがいるじゃないですか、はい、でカットに行くか行かないか、やっぱここは駆け引きなんで、そこをやっぱこのワンクッションでも置いたらキーパーはやっぱり変えるんで、自分のゴールの方に。でもそのタイミングであそこに投げれたっていうのは何かあったのかなっていう、今じゃよく投げたなって本当に思いますね。じゃあ本業の、まあ、ゴールキーパーとしてですけども、はい、今シーズンで、まあ、一番よ出来が良かったなっていう試合はありますか。今シーズンで一番出来が良かった試合、はい、ですね、リーグの最終戦ですね、プレーオフを決めた試合ですかね。2月28日、いや、3月7日かな、3月7日の、トヨタ合成戦。あ、そうですね、3月ですね、すごい、はい、愛知の稲沢です、ね、そうです、そうです、はい、まあ、コンディション的には一番悪い時期というか一番悪い時だったんですけど、まあ、プレー的には一番良かったっていう形ですかね。コンディションが悪い 時にもかかわらず結構、まあ、セーブできたって。そうですね、まあ、シーズンが終わったからあれなんですけど、やっぱもうずっと怪我を抱えてた中で、はい、まあ、本来ずっと、後半戦はずっとうちのもう一人のキーパーの内田がずっと試合に出てて、はい、で自分はもう本当に試合に出れるコンディションじゃなかったので、まあ、チームのために何をできるかって考えたときに、内田のこのパフォーマンスをベストに持っていくっていうところしか自分がこうチームに貢献できるところがなかったので、それをずっと考えて、
まあ、毎試合毎試合あいつのプレーを見ながらここが良かったんだよ、ここもうちょっとこうした方がいいんだよっていう話をずっと試合中にしてて、で、まあ、最終戦に関しては勝たないとプレーオフにはいけなかったっていうところで、ね、もうもちろん負けてしまうと自分たちのこの、まあ、夢の舞台であるプレーオフに行けないっていうのが分かってましたし、はい、まあ、そういうプレッシャーがある中、まあ、内田がちょっと、まあ、プレーがうまいことできなかったっていうのもあって、まあ、ここは、まあ、自分がどうにかしてこの流れを変えて勝たすっていうよりかは内田のこの時間を1分でも5分でもこの切り替える時間を作ってあげて、はい、でまたあいつが自分のこの頭の中で整理できた時に交代してあいつがこう活躍すればいいなっていう感覚で入ってたんで、はい、まあ、それがでもそういうこの気負わずにいけたっていうところがああいう形で良かったですよね、うん、あの試合。あの試合結構良かったね。あの試合も大宮さんは現地で。はい、行ってます。もちろん。はい。あ、ですか。もうあの試合は、2月28日あの例のホーム最終戦でしたね。もう3000名以上が入って、はいはい、超満員の中で決めたかったんですが、うん、あと一歩届かなくて、はい、その時。どうですか、正直お二方決めたかった決めてほしかったっていうのはやっぱありますか。まあまあそうですね、やっぱりあそこで決めたらもっと応援してきていただいたお客さんと一緒になってもっと喜べたなっていうのはありますし、うん、まあ、まあ自分個人的にはあそこで出たかったなっていうのは正直ありますね。あの歓声を浴びてどういったプレーができるのかっていうのはありましたけど、はい、まあ、チームとしてあそこで勝てなかったっていうのはまだこのなんていうんですかね、成長するなんていうんですかね、価値じゃないですけど成長段階にあるのかなっていう反省も多い試合だったと思うので、うん、まあ、勝ちたかったですね、あの時は。やっぱり、まあ、そんな多くのファミリアの思いも乗せて、まあ、その1週間後に、まあ、愛知のアウェー戦に臨んで、まあ、そこで勝ってプレーオフを決めたわけですけど、大宮さんどうでした、あの4年間その応援で、はい、してきたあの時間ありましたけども、あの時の、まあ、4年間応援してきたって言ってるのも実質アウェーとかに行くような3年目とかなんで、ほぼ毎試合のように見るの、そのアウェーに行くようになってからプレーオフラストに関わってきてるという面でようやくプレーオフに上がれたと思って、あの駒沢の舞台に行けると思ってちょっと嬉しかったです、ね、はい、であと相手チームとかのサポーターとかから、はい、萌えから目線でお前ら早く来いよってずっと言われ続けてきたんでその分もやっぱりようやく来れたぜと思って、あ、胸を張ってやっぱり選手たちに感謝する部分もありますからね。うちの選手たちも負けてら他のチームには負けないぜみたいな感じで、まあ、プレイヤーだけでなく、まあ、ファミリアサポーターの人たちにとっても何かそういったライバル意識みたいなのがありますね。あるんですね、はい、ちょっとアウェーの話をさせてください。大宮さんが、はい、その行った中で、あ、ここ、まあ、アウェーだけど面白いなっていう場所ありました。僕はもう もうどこがって言われたら一番言うのは山梨なんですよ。あ、山梨と言いますと水野選手、はい、兄弟のこの地元で本当に円山体育館ってあるんですけど、はい、多分もう本当に田舎の体育館なんですけど、はい、すごい温かい田舎らしさの温かさがあってすごく楽しくて、いつもゴール裏で応援してて真裏なんですよ、はい、もうその一番距離が近いところで応援できるっていうすごい楽しさがありますね。なるほど。なんか人が温かいんですか。人も温かいです本当に、はい。山梨っていうとどうしてもこの冬のシーズンだと寒いイメージがありますけども、はい、やはりだからもうクラスのもう準ホームみたいな感じですかね、もう山梨ってある意味。そして水野選手 の兄弟の、ね、ふるさとということですけども、アウェー感もしないですよね。あ、しない、はい。大阪での試合ってありましたっけ。石田選手は大阪の出身ですけども、
大阪の試合は一度だけですね。何年前かな、2年前でしたっけ、一昨年、2年前ですよねのシーズン。2年前に大阪で試合をしました、枠長製薬と。その時は石原選手は出ましたっけ。あ、出はしたんですけど、まあ、個人的にはやっぱりあんまり良くはなかったですけど、まあ、チームは、まあ、メンバーのおかげで勝つことができたので、うん、まあ、地元 の, その大阪ということでやりやすいって感じではなく、まあ、でも僕の場合は地元っていう地元じゃないので、はい、なんていうんですか、大阪の堺市で試合をやるわけではなかったので、はい、大阪の中でもまた別の市の方でやったので、はい、まあ、地元っていう地元感はあったかなっていうと、そこはなんかすごいハテナではあるんですけど、でもなんかやっぱり、うん、昔からの友達だったり、普段やっぱり遠いところで試合を見ることができない方々が来てくれたっていうのはすごい嬉しくて、はい、まあ、いろんな方々からよく頑張ってるねっていう声ももらえるんで、やっぱりホームでやるのは、うん、また違った意味でこう、なんていうんですかね、嬉しいっていうか、うん、そういう思いはありますね。なるほど、はい。大宮さん、はい、このアウェーの、名物か食べ物が美味しいとかありますか。ありますね。お、まあ、よく行くのが名古屋とか愛知の方が多いんで。あ、愛知多いですよね、はい、チームハンドボールので愛知で絶対行くのが米田コーヒー店なんです。モーニングでしたっけ。モーニングも含め甘いのが好きなんで、はい、それ白ノワールとかそんなのを食べに行ったりとか。白ノワール、白ノワールっていう名物のちょっとお菓子があるんです、はい、スイーツ。パンじゃなくてパンか、あれ分からん、なんかパンの上に生クリームみたいなスイーツがあって、それを食べに行くのがちょっと楽しみ、楽しみです。ああ、そうですか。あとはひつまぶしとか。ひつまぶし、はい、うなぎでしたっけ。そう、うなぎです。帰り空港で食べてますもん僕。いや、なかなか、ね、アウェーの観戦はそういった食べ物とか楽しみだったりしますけども、はい、石田選手は何かありますか、はい、この年に行ってこの料理食べるです。選手としてはやっぱそれどころではないですか。そうですね、あんまりこう僕はないですね。アウェーに行ってアウェーの名物を食べるっていうよりかは、もうそうですね、遠征に行くと大浴場付きのホテルに泊まりたいなっていうのはすごいあるんですけど。あ、大浴場付きの、はい、普通のこの宿泊の部屋のお風呂じゃなくて、はい、なんていうんですか、ホテルに大浴場があるじゃないですか、はい、温泉であったり、ああいうのを入る方が食事とかよりもいいなとは思ってますけど。やっぱりゆったりお湯に浸かれるということ。そうです、そうです、めっちゃ浸かってますからね僕、遠征先行くと。あ、結構じゃあ温泉だとかそういったとか。いや、そうですね、好きですね、温泉はすごい好きですね。家でも 1,2 時間ぐらい入ってる時もたまにあるんで。 1,2 時間ですか、長いですね、はい、その間何するんですか。お風呂の中で本読んだり携帯いじったり。はい、はい、意外な一面。そうですか、はい、あ、すいません、今ツイキャスの方をちょっと再び再生してもらってます。ありがとうございます、石田さん。はい、お風呂に1時間、はい、使っててのぼせたりとかしないですか。全然のぼせないですね。はい、 すごいですね。もうでも昔からというか、大阪は結構お風呂の文化があるみたいで。そうなんですか、はい、結構なんか裸の付き合いじゃないですけど、はい、なんかこの間テレビでやってたんですけど、なんか接待でサウナに行くみたいな。それは本当かどうか分からないんですけど、テレビでやってたんで、はい、そういうのやってるぐらいなんで、まあ、昔からお風呂に入る習慣は沖縄の方々よりもあるので。うーん、なるほど、はい、まあ、そういった趣味も聞けたところで一旦また CM です。はい、はい、
息を見たわ。RBC で夜中に 30% ぐらい叩き出す人だから、うん、貴重ですよ、カンパン。この坂口さんがプレフォーの時にお土産渡された、うん、SK グッズだ。娘さんが持ってきた。ハンド。ハンド。朝、バスケだ。バスケットいいのかな。めちゃめちゃ嫌。ちょっと見に来てくれてもいいじゃん。案外する時間経つね。ね、結構早い。大丈夫です。はい、FM 小座からイブニングアベニュー生放送でお送りしています。時刻は6時32分を回っています。本日はハンドボールの琉球コラソンから石田選手と大峰、あの応援団長の大峰さんを招いて、お送りしております。あの大峰さんのちょっと好きなアーティストについて聞きたいんですけども、はい、はい、誰ですか。アーティストというか芸能人というか、はい、まあ、アイドルグループなんですけど SKE48 ですね。お SKE というか AKB48 グループは好きなんですけど、あの SKE は名古屋、名古屋です。はい、おん、先生ちょっと今間違って結構流してしまいました。はい、はい、すいません、はい、ちょっと後ろであの BGM で SKE の曲を流していますけども、SKE というとイメージするのは松井さん、2人、はい、そうですね、だとか柴田さんもでしたっけ。はい、そうです。須田さんは違いますね。そうです。須田さん、あの4人は分かるんですけど、それ以外はちょっとなかなか分からないんですけど、そこの中で推しメンがいるんですか。はい、宮沢沙絵っていう。あ、宮沢さんってあの上海じゃなかったですか。上海と兼任になったんです、去年の2月の大組閣で。あ、いつの間に。はい、かっこいい、雰囲気の方ですよね。そうですね、ボーイッシュな感じの。はい、そのどこに惹かれたんですか。どこにっていうか、僕初めて見たのがあの AKB 時代に出てた、だいぶ前に出てた昼ドラなんですよ。え、昼ドラに出てたんですか。出てたんです。その時に結構いいなって思ってて、はい、いろいろとこの公演とかを見、あのなんかネットとかで見たりすると、はい、あ、すごいみたいな、お、ちょっと他の子たちと違うなっていうので。うん、確かにちょっと、48グループの中では少し異色を感じてる感じの方ですよね。はい、そうですね。はい、はい、もう一方いるんですよね。で、最近ちょっと気になってるっていうか、ちょっと僕推してる子で、はい、SKE48 の谷まりかって子がいるんです。おお、どうしよう、ごめんなさい、分からない。そう、多分もうまだ総選挙でも県外とかなんですけど、あ、はい、この子ももともと博多の子なんでだったんですけど、これも大組閣で SKE に移籍して、はい、すごいなんかある東京の番組でなんかヒッチハイクの旅とか、あの、あと検証生活みたいな企画をやってて、はい、それを見た時にちょっと押したくなって。電波少年みたいな感じの。そうですね、電波少年のこのパクリというか、そのプロデューサーがなんか企画した企画で、それをアイドルにやらせるみたいな。そっか、谷さんですか。はい、ちょっと後で調べてみます。はい。はい、ツイキャスの方からコメントが来ています。魔力が足りないさん、ハロー、こんばんは。あ、シカゴからサミーさんも来てますね。Who are you? 誰でしょう。Radio Station ってことで。They are team handball player ですね。あ、そう、でじゃないな。
そこは石田選手だけだもんね。とりあえず、はい、あのハンドボールのプレイヤーと応援している方です。サミさんちょっと日本語多分分かると思うのではい、というわけであの石田さんはあの、はい、韓国によく行かれた。いや全然行かないですよ。全然行きはしないですけど韓国は好きですね。ブログにの結構なんかその情報を載せてる感じだったんです。そう行ってる時はですね、はい、その毎年毎年行くのかっていうとそんなこともないんですけど、はい、まあ行けるタイミングとかもあればはい、はい、行きたいではあるんですけど、どういったその関わりが、もともと高校の時からあの韓国のチームとこの交流試合とかもしてて、で大学のコーチも韓国人の方 で、 あ、はい、でそこからやっぱりもう韓国にやっぱ興味を持つようになって、でハンドボールは韓国がすごい強くて、うん、強いですね。でやっぱりそのまあなんていうんですかね、ハンドボールも勉強になるし、うん、で食べるものも結構美味しいんで、あ、はい、そういうところでやっぱり好きになりましたね。あのオリンピックのアジア予選などを見てるとどうしてもその、はい、韓国の壁に跳ね返されてるイメージがあるんですが、うん、はい、石田さんから見てこう日本代表と、はい、その韓国の代表の何か違い、ここにちょっと差があるんじゃないかって思う部分ってありますか？すごい難しい質問ですよ。僕、はい、日本代表でもないんで、あ、代表選手が言って思ったらもう何言ってんだよみたいな感じになるかもしれないですけど、まあ、まあ、差というかそのあこういうところは強いんだなっていう、やっぱりこう、まあ、コラソンもそうなんですけど、はい、大一番の試合でやっぱり向こうのチームはミスが少ないですよね。ああミスが少ない、はい、特に日本とやるときはやっぱりこのなんていうんですかね、日本には絶対負けないっていうこのすごい強い気持ちがあるので、うん、まあ、もちろん日本のチームも負けない気持ちではやってますけど、はい、なんか韓国のチームはなんかそれだけじゃないような、うん、うん、なんかもっと別の何かがあるような試合を見ててもそう思いますし、うん、なんか何気ない簡単なプレーもそつなくこなしちゃうっていうところが、うん、まあ、全てにおいてそれが正解かどうかわからないんですけど、僕が見て思うのはやっぱそういうところかなっていうのを感じますね。別にこのレベルの差がもう雲泥の差があるわけでもないですし、はいはい、やっぱり拮抗してる力は日本のレベルも高いと思うんですけど、はい、まあ、そういった気持ちの部分であったりそういう、まあ、一つのミスであったりっていうところで、はい、やっぱり勝負が決まってしまうのが、強いあのレベルの試合だと思うので、はい、まあ、うちも負けるときは大体ミスばっかりして負けちゃうっていうところがあるんで、はい、そこは感じますね、すごい、はい、はい、あ、そうですか。あの確かハンドボール専用 の、 あのアリーナみたいなのもできてますよね。あのロンドンオリンピックのアジア予選の時インチョンだったかな。 ありますね、はい、ありましたね、はいはいはい、あっちゃまだ行ったことは行ったことないですね、はい、この間の1月に、韓国の方で親善試合の方をやったんですけど、はい、その時はその時の体育館も結構すごい綺麗な体育館でしたよ。 あの時がハンド、あ、なんかボクシングかなんかの会場で、はい、まだ数回しか使ったことないところって言ってましたね。もうすごい綺麗な体育館でしたね、はい、またああいったかあの綺麗なアリーナでやるっていうのはモチベーション上がったり、まあそうですね、やっぱり、まあ、体育館でによってもちろんモチベーションも変わったりもしますけど、やっぱりこうああいうなんか専用アリーナがあるといいなって思いますね。コラソンにも早くできないかなって確か花巻の体育館がすごかった。ああ確かにそうね、岩手の花巻ですよね、うん、はい、いい体育館なんですか。結構体育館ももちろん広いんですけど、はい、観客とコート、観客席とこのコートが近いというか、はい、でちょうどゴールの後ろの観客席もずらーっとあるような形で、もうなんか見る方に優しいって感じの体育館ですよね。ヨーロッパのなんかちょっとネット中継とかで見るような体育館、うん、そのまま持ってきてるような感じでした、ね、おー、そういったのが花巻あるんですね、はい、うん、
クラスのヨーロッパのチャンピオンズリーグ見に行ったのは水野選手です。そうです、はい、水野ですね、うちの、はい、ああいったまたヨーロッパのハンドボールっていうのをちょっと体験というか見てみたいですね。いやもう全然レベルが違うと言いますね。またやっぱりこのエンター性が全く日本とは違いますね。まあ、今でこそ、まあ、僕たちはキングスさんの、はい、手本にして見本にしていろいろエンター性の方を勉強させてもらってやってますけど、はい、他の日本リーグのチームとか試合っていうのは、まあ、全くそういうのがないので、まあ、そこの見せ方の部分はヨーロッパはほとんどプロなので、はい、見せ方はすごいですね、はい、で観客も何万人とかいたりするらしいんで。いやそうですね、チャンピオンズリーグのファイナル4とかになると、うん、よくご存知ですねすごい大宮さんが結構フェイスブックで情報を上げてくれました。この試合が熱いみたいな、うん、いやちょっとまた羨ましいですね。コロナさんもさらもう今ファミリーは、ね、たくさん集まってますけど、さらにあんな感じにしてたら、ね、またアジアのハンドボールもすごいドッカーンってなりそうですね、うん、あれ話したいことはちょっと飛んでしまった。あ、そうだ、リーグ戦とは別に全日本総合選手権でしたっけ、はい、これは12月11月11月12月総合は12月ですね。12月の末ですね。その時にベスト4まで行きました、ね、はい、総合は4ですね、はい。あの時 の確か大峰さんの書き込みで、はい、1回戦で大学生のチームと当たった時に、はい、まあ、勝ちはしたんですがちょっとこれ大丈夫なのかっていう不安視する書き込みがあったんですよね。そうでしたね。でもそれから一気にそのベスト4まで行った、はい、まあ、期間、まあ、大会の期間に何か変わったことってあったんですかね。いや特に変わったことはないですよ。あ、そうですか。特に変わったことはないくて、まあそうですね、まあ学生と試合するときっていうのは、まあ、なんか、まあ、勝ったから別にいいんですけど言い訳じゃないですけど、やっぱり学生って負けても別にリーグチームだから、まあ、勝ったらラッキーみたいなレベルで来るんですよね。でも逆にトップチームっていうのはやっぱ学生に負けちゃいけないと思いますし、うん、そういうやりにくさはやっぱり感じますね。あ、選手としてはまたリーグ戦とは違った、なんだろう、神経的な、なんかそうですね、なんか変な、まあ、プレッシャーではないんですけど、まあ、もちろんあの試合は、まあ、プレーしていて負けることはないけど、はい、なんかちょっともつれるんだろうなっていう感じはすごいありましたね。前半終わったぐらいは、うん、やっぱ案の定後半の途中ぐらいまでは一進一退だったんで、うん、まあ、あの試合を見る限りああいう試合はしてはいけないなとは思うんですけど、何よりやっぱりああいうトーナメントの大会なんで次につなげるためには勝たないといけないっていうところがあったと思うんで、はい、そこから、まあ、でもあの試合があったからちょっと次はもっと気引き締めてやらんといけないなみたいなのはあったと思うんで、逆にあれはあれでよかったのかなっていうのは、見ている方々からしたら何してんだよってなると思うんですけど、まあ、そっから、まあ、ベスト4まで進んで、あと一つ勝てば、まあ、ファイナルで、そうですね、 NHK の中継もありましたけども、はい、やっぱりあの時は進めなかった時っていうのはちょっとどういった気持ちだったのかな。まあ、そうですね、まあ、まあ僕はあの時試合にちょろっとしか出てなかったんで、はい、で、まあ、最後負けた瞬間もなんか、あ、負けちゃったんだみたいな感じだったんで、なんかこう、うん、その瞬間もなんか悔しいとかっていうのは正直なかったんですよね。なんか、なんだろうな、まあ、多分皆さんご存知だと思うんですけど、1点負けてて、でキーパーも攻めて、で同点になったけど残り最後数秒で決められちゃったっていう、キーパーが変えれなくて、うん、であのシーンは、まあ、戻れないキーパーが悪いっていう声もあるんですけど、やっぱ もう少しチームとしてのああいった時にどうやってこう、なんていうんですかね、システムが
あったのか、攻撃のプランがどういうふうなものがあったのかっていう、そこのまでの、戦術っていうのが、まあ、あの試合だけ見るとできてなかったなっていうのはありますね。まあ、だからキーパーが悪いっていうよりかは、まあしょうがないじゃないですけど、はい、そんなイメージというか感じですね。うん、大峰さんもあの時、はい、現地で観戦してて、はい、もうあと一つ言ったら、まあね、決勝の舞台っていうことだったんですけど、はい、まあ、負けたことによってこのリーグ戦の方でプレーオフに行きたいっていう気持ちっていうのは、いやもう変わらなかったんで、プレーオフに行きたいっていうのはだいぶもう本当に勝ち点一緒だった時があったじゃないですか、はい、その前2年前ぐらいの時に、うん、その時からちょっともう本当に絶対に行ってやるっていう意識あったんで、うん、それきっかけではあっていうのはなかったですね。なるほど、はい。でまあその年が明けて名護での試合もありましたけども、はい、あの時は結構リードしていましたよね。しましたよね。あの一戦もやっぱ取りたかった試合の一つではあったんですかね。まあ取りたかった、もうどの試合も取りたいんですけど、はい、まあ、あの試合は取りたいというか取らないといけない試合でしたね。もちろん結果的に6点勝ってて、何点差で負け、8点差ぐらい負けましたっけ。8点差でくらいでも、そのやっぱり攻撃力はさすが大崎だなっていうところはあるんですけど、はい、6点差勝ってて8点差で負けるっていうのは何かあるんですよね。で結局やっぱり速攻で自分たちのミスでポン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 連続失点したので、まあ、あそこはやっぱりこう、まあ、誰かが切り替えないといけないポイントだったし、チームとしてもっとこう、なんていうんですかね、戦術部分であったり、まあ、個人個人のその時の気持ちの部分であったり、うん、まあ、あの試合に関しては間違いなく勝たないといけない試合でしたね。うん、はい。まあ、それから例の大分であって岩手で宮城試合、東北での連戦の後にその28日の県立武道館でホーム最終戦があって、で愛知でプレーオフ決めて、小池監督の駒澤のプレーオフ行ってみて、やはりレギュラーシーズンとは違った空気でしたかね、それともいつもとそう変わらない。僕ですよね、はい、僕の個人的な気持ちはホームの最後の3000人の方がすごかったっていうイメージはありますね。あ、そうですか。もちろんこの入場とかやっぱ夢見てきてた舞台だったんで、はい、やっぱりその舞台に立てたっていうのはもう本当にこのチームのメンバーで立てたことに、まあ、嬉しさっていうのも感じましたし、はい、何かこう違った感覚っていうのはそこまでなかったですね。はい、大峰さんは、はい、まあ、去年は、まあ、プレーオフに一旦見に行ったっていうか、そのジュニアのジュニアだけ、うん、応援して帰りました、はい、そのままってことは決勝は見ずに。はい、そうですね。で今回そのプレーオフ行って、はい、あのバーで応援してみて、ちょっとどうでした気持ちとしては。やっぱ違いますよね。あ、違いますか。もういろいろと違うんですけど思いが違うよね。思いが違うからだ、うん、試合前のセレモニーとかもネットとかテレビとかで見てて、はい、僕だったらこんなことできるのにって思ったことをじゃあやってやろうっていうのもあったんで、サイリウムを買い集めて赤と青の光る棒で、はいはい、応援席に配ってそれで照らすっていう、選手に紹介の時まで、うちの選手紹介で、相手チームの時はもう絶対にそれをさせない、もうしまえって言いながらもう暗くするっていう、後しかできないことをとことんやってやろうかなと思ってます。まあ残念ながらセミファイナルで、大崎です。はい。で、まあ、敗退ということにはなってしまったんですけども、これはもうやっぱり来シーズンそのまあリベンジを果たす
気持ちで今臨んでるって感じですかね。まあシーズン終わったばかりなのでまだいろいろ、まあでもシーズン終わったばっかりなんですけど、はい、次5月の末に社会人選手権が5月の末に変更になったので、まあ、それに向けて今選手は日々まあ、そこで優勝するために今頑張って取り組んではいるんですけど、はい、まあもちろんこのプレーオフに出て、まあ本当に昨年はチャンスをもらって出れたっていう意識が僕は強いので、はい、やっぱり本当に自分たちの力だけで自力でいけるようにしっかり勝って、うん、でやっぱりもう忘れ物を取りに行くっていう気持ちで、まあ、決勝の舞台に立って、はい、みんなで日本一になりたいなっていう気持ちはやっぱり終わったばっかだですけど次のも目標として、頭に入れてやってるので、うん、まあこういった一つの節目だったと思うんですけども、応援団の大峰さんも今度、はい、ちょっと新しく活動を始めるということを、まあそうですね、今まで応援団っていうのがなかったんで、そこのサポーターグループみたいなサッカーみたいなっていう、はい、なかったんで、ちょ今回本当 に今平均2000人ぐらい集まった中で、はい、結局は作らないともういけなくなってきたんだなっていうのも感じ始めてたんで、うーん、そういうのも含めて今年からちょっとそういうのを作って徐々にいろんな人たちと意見交換しながら応援をちょっと作っていこうかなってみんなで。で今度4月18日でしたっけ、はい、早速なんかミーティングもうミーティングと結成会をやるっていうのを決めました、はい、場所は那覇市久茂寺にある沖銀本店裏にあるスポーツバーでやらないとさんっていうお店があって、そこで第1回ミーティングを、はい、開催するという、はい、これは、まあ、コラソのファミリアそうですねの人たちが、まあ、コラソンを応援したいという人たちが集まるって感じですかね、はいはい、また石田さん、はい、チームとしても確か明日でしたっけ記者会見が、はい、シーズン昨シーズンで、引退する選手の記者会見という形で、はいはい、ありますね。水野選手と榎本、まあ、一応水野榎本は、もう公表しているのであれですけど、はい、まあ、もう一人、まあ、明日の紙面では出るんで、まあ、それを見ていただけたらなと思うんですけども、はい、ってことは今度25日にまた、報告パーティーという形で、はいはい、ありますね。こちらは場所や時間決まってますか。場所がですね、まあ日時が25日の土曜日19時からですね、ホテル日光那覇グランドキャッスル浦添にあるところですね、はい、まあ、そこで、行います。で、まあ昨シーズンのシーズン報告パーティーという形で、はい、で、まあ、個人賞の報告であったり、まあ、チームの成績であったり、また、まあ、引退選手に関してはもうそこが最後のチーム行事になるので、まあ、そういった形で、次のシーズンに向けて一回、まあ、昨シーズンの余韻とかも残ってますが、そこで一回、はい、リセットじゃないですけど次に向けていくっていう回になりますね。こちら料金は、大人が4000円で、18歳以下が2000円という形になってます。はいはい、まあ、詳しい情報などはウェブサイト、そうですね、ホームページの方の、トップ画像にリンクを貼り付けてますので、そこをクリックしていただければ、情報、詳細情報に飛びますので、はい、はい、分かりました、はい、また大峰さんはこういった応援団の何かちょっと情報を発信する場ってまだ決まってないですか。そうですね、まだちょっとそういうのとかがいまいちよく整備されてないんでこれからだと思うんですけど、はい、僕の、まあ、ツイッターとかフェイスブックとかなんかではちょっと上げていこうかなって、うん、どういう活動しているのかとか、差し支えなければそのアカウントだったりフェイスブックの、あ、ごめんなさい、アカウントって言って大丈夫ですかね。あ、まあ大丈夫ですよ、はい、Facebook よりも多分 Twitter の方が、はい、分かりました。じゃあちょうどブログこちらの番組のブログや Facebook の方でも載せておきますので、ぜひ、はい、気になる方はご覧ください。あ、もう番組放送時間がもう1分切ってしまいました。先生、お二方本当今日石田さん、いい、おめでさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この後夜7時からは石原ゆかりさんの
子供の島キラキラ8時からはパート楽しく会の、失礼しました、ヒッティングチャンス再放送、9時からはパート楽しく会の再放送をお送りします。ぜひこの後も 76.1MHz FM 小座でお楽しみください。はい、今週もイブニングアベニュー最後までお聞きいただきありがとうございました。リスナーの皆さんにとって素敵な1週間になりますように。明日の3時の耳すもぜひ聞いてください。